笠井さん私は日本共産党を代表して、産業競争力強化法等改正案に反対の討論を行います。産業法はその前身である参加方法以来、大企業のリストラ人減らし支援で利潤大事義業を進め、国民生活と日本経済に大打撃を与えました。本法案は、行き過ぎた新自由主義的政策による失われた30年。 コストカット経済の弊害を認めながら、その根幹にある大企業防止の政策を展開しな,い転換しないどころか、一握りの特定大企業への支援を一層強化するものです。反対理由の第一は、戦略的国内投資と称して、並外れた大企業支援を行うものとなっているからです。戦略分野国内生産促進税制は、トヨタ、日本製鉄、 旭エネオス三菱商事やリネサスエレクトロニクスなど、一握りの特定大企業への巨額の減税策です。経団連の要求に応え、生産・販売量に比例して10年超にも及ぶ長期に減税する異例のもので、財務省の試算で約1.9兆円にも及びます。第二にわずか900社程度の特定中堅企業に、 支援を集中することで圧倒的多数の中小企業は支援の外に置かれ、中小小規模事業者の淘汰を促進するものだからです。1999年の中小企業基本法改定による中堅ベンチャー企業重視の転換により、中小小規模事業者約150万社が淘汰されました。本法案は一層切り捨てを押し進め さらに深刻な貧困と格差をもたらすものです。第三に、スタートアップ支援、企業横断的措置と称して、日米共同で原子力産業の維持・延命や、軍事産業への支援を強化しようとしていることです。原子力産業などがこぞって出資する企業を、核融合スタートアップとして支援することは、国民の目を欺くものです。また 経済安全保障の名のもとに、民間企業を軍事産業に動員し、本法案でインピットやネドが助言できるようにすることは、セキュリティクリアランスで、労働者の思想良心の自由、プライバシー権の蹂躙につながりかねません。今やるべきは、一握りの大企業支援ではなく、すべての中小小規模事業者を底座さえし、労働者国民の所得と 消費を拡大する施策への転換です。戦争に依存する経済ではなく、平和憲法の立場で民主での経済発展を追求すべきです。以上、反対討論とします。